こんにちは、角川スキー総研の遠藤です。今日作るのはこれです。わかりますかね。1985年に発売されたファミリーコンピューターロボット、これを作ります。このロボットはファミコンと組み合わせて遊ぶ周辺機器として発売されました。ファミコンの発売が1983年なので、割とすぐに登場したことになりますね。一般的なゲームとはまるで違う世界を楽しめました。このロボットは何といってもファミコンからロボットへ指示が出される仕組みが面白い。一言で言うと、ロボットはファミコンから表示されるゲームの画面を見て動いていたんですね。これは当時結構驚きでした。どういう仕組みかというと、ロボットをテレビに表示されたゲーム画面に向かわせる。ロボットを動かすためにソフトを操作すると画面がピカピカとフラッシュする。これを信号としてロボットは肩の部分を上下したり左右に旋回したり、ハンドの部分を開いたり閉じたりするようになっていました。試しにこのロボットを一日中ずっとテレビに向かわせていたことがあります。要するにファミコンのソフトを使うのではなくて、普通のテレビ放送を見させていたわけですね。すると時々思ったようにビーッと動く。エプソンの飯島直子さんのテレビコマーシャルが出てくるとファミコンロボット必ず反応して動いていました。つまりこのロボットはテレビ画面を画像認識していたわけじゃなかったんですね。このロボットとソフトの入ったブロックセットとジャイロセットという2つの製品が発売されていましたが、今回はブロックセットをイメージして作りました。ただし現物はブロックの形も違うし、ブロックを乗せるトレイを本体にはめ込んで遊ぶようになっていました。今回はトレイの部分は省略されています。ということでできました。このロボットの開発はゲームボーイでも知られる横井軍平という方でした。横井さんがゲームキー以前の1970年代に作った光線銃 SP とか光線電話 LT のアイデアがこのロボットでも活かされていたと言われています。米国などではファミコンはコンピューターという名前ではなくて、任天堂エンターテインメントシステムという名前で売られていました。これはですね、ロボットなど周辺機器と一緒に遊んでほしいという意味で付けられたそうです。来週もやります。見てください。